11月25日、現地時間24日、ムカーディビジョン1の公式戦が行われ、日本代表候補に選出されていたジェイコブス・アキラが所属するハワイ大学がテキサス大学リオグランデバリー校と対戦した。ハワイ大は7対0のランに成功するなど序盤から大量リードに成功し、43から23で前半を終える。後半に入ると、その勢いはさらに加速し、 試合残り1分8秒で76対57と白星を確実に手繰り寄せた。このタイミングでハワイ大はフルメンバーチェンジを行い、ジェイコブスがコートに登場。試合はそのまま進み76対57でハワイ大が解消し連勝を4に更新した。この日もベンチから戦況を見つめる時間が長く続いたジェイコブス。 1>, 1分という短い出場時間の中でスタッツを残すことはできなかったものの、下級生ながら試合に出場し続けアピールしている。これから続くシーズンの中でどれだけプレイタイムを伸ばすことができるか必見だ。